天道寺はあんなに強いんだ。脅威は巨匠に散った。密かに巨匠へ潜入していたものの敵に見つかり撃たれたのだという。その報告を聞き龍禅は首をかしげた。脅威ほどの将が討伐軍も気づかぬうちにあっさりと撃たれてしまうことがあるだろうか。その答えをもたらしたのは巨匠に囚われていた長江だった。心当たりがあるという彼の言に従って龍禅は長江の過去へ渡った。この時この場所には董卓軍の厳重な監視が置かれていました。かくいう私もここで舞い踊る姿を見初められ董卓殿に献上されたのです。怪しい人物だと思われ捕まったのね。その時近くで別の騒ぎが起きたことを覚えています。それが脅威なのだな。きっとここを無事に突破させれば脅威を助けられるようだ。私の記憶が確かなら実に南で騒ぎが起きる。それが脅威だ。ではこちらで先に騒ぎを起こしましょう。敵の目を引きつけるのです。脅威はまだ来ないのだな。待つ間この辺りで遊んでいよう。報告、下に侵入者を発見しました。わざわざ海に光に来るとはどこのアホだ。地獄の美しい前の手すりだと。脅威を待つ間見せてもらえないだろうか。さすがは龍禅殿、お目が高いですね。いいでしょう、超春雷の美儀ご覧ください。この辺り警戒が厳重だな。しかし足を止めるわけにはいかない。急ぎ正妻殿を助け出し龍禅様を救わねば。門が閉ざされている。これでは南へ行けない。待て、敵がいるとは何者だ。しまった、見つかったか。報告します、北に送った兵からの連絡が途絶えました。何をやっている、南の兵も送れ、さっさと捕らえろ。この侵入者、手だれのよう。私が抑えに行こう。誰が誰かと戦っているのか。おかげでこちらの敵が減っているようだ。長江殿、もう新しい技はないのだ。
少々見飽きてしまった。ではとっておきの技を披露しましょう。お見事なお手並みです。北の侵入者を捕らえよ。強くなれるの。好き勝手に暴れてくれたな。お前たちは俺が止める。お見事なお手並みです。俺の番だな。受け取ってくれよな。悔しいが、このまま引かねば。液晶撃ち取ったぜ。注意はこちらに向いた。あとは脅威だ。このままでは董卓に恩を売れん。兵力を北に集中せよ。北の侵入者だけでも捕らえるのだ。敵は北に兵力を傾けている。ならいける。あたしこそ天下無双の忍びなり。にゃん。であっ。せいぜいあがくがいい。敵将仕留めたぜ。挙手を急がねば。どなたかは存じないが、北の方もご無事で。南のネズミは逃がしたか。まあいい、想定内だ。北の侵入者は決して逃がすな。全兵力を持って捕らえるのだ。
ならそのように強くなれるのだ。お見事なお手並みです。待っていられるか。私は帰るぞ。長考殿、素晴らしい舞だったぞ。今度またゆっくり見せてもらえるだろうか。もちろんですとも。さらなる美儀をお目にかけましょう。あの脅威殿のことは。汗をかきました。長考殿は素晴らしい舞手だな。私の息に達するには長い年月が必要でしょう。ですがあなたの中に眠る美の素質を開花させれば。あのお二人とも分かっている。大丈夫だ聖祭、過去は変わった。さあもう一度あの時の巨匠に戻ろう。今のあなた、とても輝いて。さすがに